でも本当には、あ、違う、姫は名前を間違えられ、姫が激怒。誰？誰？姫はごめんごめんごめん。今日は龍馬の昇格祭イベントですね。はい。リリオン一のムードメーカー龍馬。イベント本当に姫様最高でしょー。龍馬さんの昇格祭っていうことで、どうしてもね、俺が一発目にシャンパン入れたかったのは龍馬さんに俺が多分誰よりもお世話になってるから龍馬といえば金体や時間にルーズな面がある。歌舞伎町 TV でもたびたびそのダメっぷりを取り上げてきた。度重なる遅刻、合宿からの脱走劇、そんな彼が今回副主任へと昇格するとは一体どんな変化があったのか。五木さんに言われたりとか、多分本気でやりたいっていう意識が変わって、遅刻とか全然ないですし、勤怠めっちゃいいですし、あとはすごい約束とかも守るような男になったかなって思います。周りをなんか頼るようになったなと思いますね。従業員同士のコミュニケーションをすごい大事にして、姫さんの満足度を上げようとか、誰かのために頑張ろうっていう意識が龍馬の中ですごい変わったのかなと思いました。実は龍馬、合宿脱走を機に心を入れ替え、売り上げを順調に伸ばしていたのだ。姫様ありがとうございます。こうやって毎回ね、イベントの時に顔立ててくれて、シャーマンかましてくれて嬉しいです。そうだから思うのが、本当にマジでね、これって結局ね、本当に人のこと思ってないとできないことで、なんかもうこういうのも飽きたんよ。だからこうやってるじゃんね、こうやってるじゃん。でこの手つきにみんな注目するわけでしょ。そうだから、ここ見るからね、ここ見るからどうなるかっつったらね、俺も分かってないんだけど、そう分かってなんだかい。まあ、湊樹よくやりますね。いっちゃんワールド。終始客足が絶えず、にぎわいを見せる昇格祭。今回のこのタワーに関しても、やりたくない女の子の方が多いんで、やっぱ降格じゃないですか。ちゃんとやってくれる女の子がいるっていうのが、まあ一つの証明かなと思います。もともとやる予定だった女の子がいて、その女の子が急遽できなくなったっていうことだったんで、急遽他の女の子にってお願いしてる状態で、その女の子すごいいい子なんで、龍馬との関係性も長いんで OK になりましたけど、もう不安要素しかないんで、そういう。昇格祭のラストを飾る300万タワーのコールが始まる。いったれー、せーの、よいしょ、頑張れ頑張れ、場内の盛り上がりも最高潮に達した時、事件が起こる。まさか今月狙い撃ち初めてやった、じゃあ頑張ろうって時になぜか代打で急に3日前に最高の代打タワー、最高の代打タワー、本当にありがとうございます。素敵すぎますね。愛しかないですね。でも本当に姫はまあ誰姫ははい、やった。え、やばくない？うわ、これやったわ。龍馬、急いで早く。龍馬、いけないです。いいや、いけない。完全やったわ。いや、ほんとごめん。普通にありえないのも分かってるし、さあやってくれって急に言って名前間違えるのがきしょいし、逆だったら普通に無理だし、ほんとごめん。結局はだから一人でしょ、どうせ間違えただけでしょ。違う、そんなことないで、じゃなかったら代打頼まないって。名前だってそうだよね、私だもんね。もちろん名前間違えたらダメだよ、絶対に許されることじゃないし、それは亮も絶対謝罪することだし、もうずっと謝罪し続けることだと思うけど、でもそこだけが先行しすぎて今までの思い出だとか素敵なものが消えてしまうのは違うよ。それは絶対後悔するから、一回冷静になって過去のことだっていろんなことを思い出してみて、でいや亮馬とじゃあタワーはやってもいいかなと思ったっていうところも踏まえてちゃんと考えてほしいんだよね。今ここでタワーをやらないっていう選択をしたら本当に後悔すると思うから、俺は戻ってタワーをやって、その後にちゃんと2人で話し合ってほしい。俺の目線はお前目線。戻って最後までやろう。いやもうあいつバカっすね、本当に。名前間違い絶対やっちゃいけないんで、ありえないですね。軍神の説得が姫の心をなだめ、なんとか戻ってきてもらえた。本当にすみません、もうこれはね、あ切れたなと思っちゃったけど、ぶっちゃけね、これ逆だったら無理だし。リリオンでね、出会って一番最初の指名もらってるんで、一番のリカちゃんが姫なんで、本当に大切にしないといけないなと思ってるんで、はい、まあ、これからもね2人で最後の景色見れたらいいなと思うんで、やらかした後に言うのもあれなんですけど、まあ、次はハーデスコールお願いしますよ。いい子すぎない？いや、こちらこそごめんな、本当にごめんね。亮馬、亮馬、ずっと来て。です。何してんの？いや、すいません。いや、普通にありえなくない？ホストってさ、女の子のさ、この空洞を埋めるのがホストじゃん。名前って一番間違えちゃいけないの。俺何度も説明してるよね。一番さ、女の子がさ、傷つくのってさ、名前間違えられることじゃん。何してんの？プロだろ？プロでホストやってんでしょ？頑張りすぎですね。酔ってました。うん。いや、それ頑張りすぎだって言い方違うよな。まあ、そうです。うん。酔ってです。うん。ミスはミスだよな。酒で酔ってたって言い訳できないからね。そうでしょ？そうです。すいません。うん。ちゃんとフォローするんだよ。いや、OKです。ちゃんとするです。うん。その後のフォローは龍馬しかできないんだからね。俺その場にいるわけじゃないんだから。しっかりしなよ。OKです。うん。あれです。